配でサーモン丼注文しました。っていうかね、サーモン丼1個と天ぷら1個しか頼んでないのにこんなにたくさん来たんですよ。まあ、このお店紹介すると、こんなね、ステーキ丼とか、あと豚丼とかおでんうどんとかいろいろありますよね。海鮮丼とかサイドメニューとかも唐揚げとかたこ焼きとかいろいろあります。今回私が頼んだのが生サーモンマヨ丼で1万1000ウォンです。だいたい1000円ぐらいですね。ここね、ステーキ丼も結構美味しいんでおすすめですよ。トリガっていうお店です。で、まずソースと、これなんだろう、何？なんかこんな麺みたいなやつが入ってますね。頼んでないんですけど、なんかサービスでいっぱいつけてくれたみたいですね。あとこの生春巻きみたいなやつと、あ、生春巻き2つ入ってますね。でっかいのが。あとなんかこの唐辛子みたいなのと、なんだこれ、なんかピーナッツバター的なソースが。そしてあれ、また麺が。なんでこれ、何人前来たの私は一体。どうなってるだろう。で、あ、いつものタンムジ的なやつと、ソースまた2セット。そして、これはもやしですね。なんでもやし？え、どういうこと？前頼んだとも全然違うのが来た。え？なんかスープみたいなの。はっ！スープだ。どういうこと？麺ともやしがついてるっていうのは、これもしかして別のやつ？え、ちょっと待って。私が間違えて注文したのかな？ネット注文したんですけど、ちょっと待ってくださいね。調べます。え？え、本当に何やろ？本当にこれ間違えてると思う、多分。電話しようかな。え、どうしよう。食べようか。なんかね、届けてくれる人が2つ持ってたんですよ。違う方を私に渡したんじゃないかな。もう私はこれ食べてもいいんですけど、もしもう一人ね、注文してる方が私のやつが届いてたらかわいそうですよね。別のものになっちゃって。電話しよう、一回。ね、約1時間経ちました。別の人に渡すやつを私に渡して、私のやつが別の人に行ったらしいです。ということで、やっと来たので食べたいと思います。もうお腹すいた。まずこれ、ゲランマリです。卵焼きみたいなやつですね。そしてマヨサーモン丼です。味噌汁と何かわかんないけど何かです。おー、味噌汁美味しそう。で、こっちがキムチですね。そしてこっちは私の嫌いなガリです。で、ヨノマヨトッパー。あー、美味しそう。こんな感じですね。生サーモンにマヨネーズがかかったものです。わさびがついてる。のけなきゃ。わさびはね、ちょっと苦手でして、早速食べたいと思います。こんな感じでね、でっかいゲランマリ、日本でいう、まあ、だし巻き卵かな。うん、甘くて美味しい。お味噌汁も美味しいですね。ちょっとレモン絞ろうかな。マヨネーズと玉ねぎもたっぷり。やばい、めっちゃ美味しそう。生サーモンがドンと乗ってます。うん、脂の乗ったサーモンすごい美味しい。ご飯が酢飯なのが美味しいですね。これ脂のたっぷり乗ったサーモンです。生サーモン、うん、美味しいです。韓国では何にでもついてくるキムチです。うん、実は私ね、ゲランマリね、キムマリと間違えて注文しました。あの、春雨の入った天ぷら食べたかったんですけどね。まあでもこっちのゲランマリもすごく美味しいです。うん、美味しい。その酢飯も美味しいです。なんかね、かすかにふりかけがかかってるのも面白いですよね。というか、さっき間違えた時に後でもう一回正しいやつ持ってきてくれたじゃないですか。その時に宅配の人にちゃんと渡した時に確認してくれなきゃ困る的な感じでちょっと言われたのが、私的に、え、私のせい？と思ってちょっと悲しかったんですけど、だって宅配の人も最初届けてくれてお金払ったらすぐ行っちゃったんで、もう確認の暇なんてなかったじゃないですか。私のせいじゃないですよね。私のせいなの？まあいいですよ。でもこのお店はすごく美味しいです。これ最後キムチ乗せてゲランマリ食べようかな、一緒に。
サーモンマヨ丼すごく美味しかったです。ゲランバリもね、なんか甘いだし巻き卵みたいな感じですごく美味しかったです。やっぱりここのお店美味しいですね。なんかステーキ丼も前食べた時すごく美味しかったです。まあね、私ちょっとうだうだ言ってましたけど、宅配してもらったお店はここのトリガっていうお店じゃなくって、なんかトリガのお店に行ってそれを届けてくれるっていう宅配のアプリサービスがあるんですよ。それで注文しました。なんでまあちょっと今回のこのミスはトリガさんじゃないですよ、誤解しないでください。まあでもまあ仕方ないですね。こういうこともたまにはあると思います。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。